皆さんこんにちは。中島ナビ塾塾長、NPO 法人グローアップ理事長の中島です。今回はですね、著者の方とさらにもう一人ゲストをお迎えして、全部で4人で、読書対談進めていきます。今回の課題としてはですね、内容項目から始めよう。直球で問いかける、小学校道徳科授業づくり。中村祐樹さんことチョパさんをお呼びして、さらにですね、ゲストの次元先生、あといつもの白黒先生と中島4人で進めていきます。よろしくお願いします。お願いしお願いしまます。す。中村先生というか、チョパさんと、チョパ先生ですね。先生でちゃんとつけなきゃいけないですね。はい。いや、チョよパかった。先生を お呼びしまして、最初にですね、チョパ先生から一言いただいて進めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。ちょっと改めてフルネーム呼ばれるとやっぱり恥ずかしいです。そんな感じの方が ちょっと気楽に喋れるかなと思います。で、今日は、僕の本についてこうやってお話ししてくださるということで、すごくありがたい場をいただいたなと思ってます。いろんな意見をいただけたらいいなと思ってますし、僕の思いも話せる分だけ話したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ではですね、次、次元先生、お願いします。はい、皆さんこんばんは。今回はゲストということでお招きいただきまして、本当にありがとうございます。それと、だいぶ前から仲良くさせていただいているチョパさんが出版したということで、その本に関する、内容の部分、あと思いの部分なんかをちょっといろいろ切り込んで伺えたらいいなと思ってます。よろしくお願いしはい、ます。よろしくお願いします。お願いします。では最後になりましたが、白黒先生お願いします。はい、皆さんありがとうございます。もうね、いつも勉強してる仲間のチョパさんが、チョパ先生がもう本を出されたということで、もうめでたいめでたい話ですよね。全くです。今回はそのね、願いの部分や、この本の使い方、どうやって使ったらいいのかなとかね、そういうことも含めて、またお話を聞かせてもらえたらなと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。最初にですね、チョパ先生からいろいろ話を聞いてしまうと、ちょっと言えなくなってしまう部分もあるかなと思いますので、で、あと、白倉先生とはね、前に対談、読書対談させていただいているので、最初に次元先生から、この本の感想みたいなものをざっくりとお話しいただけますか。はい。まず、全部をまだ読み込んでないので、大変申し訳ないなと思いつつなんですけれども、やっぱりタイトルが秀逸というか、かなり切り込んだ内容になってるなと思うんですよね。で、よく編集の杉森さんともお話をしながら、ずっと作られてきたんだけども、その内容項目にこだわるっていうのが、やっぱりまた切り口の一つとしては新しかったかなっていうふうに思うんですが、この内容項目の部分をピックアップして、書籍化したっていうのは、どういう意図を持ってのことだったんですか？お、いいですね。お願いします。そうですね。このアカウント作って、すぐに固定ツイートで内容項目に関する、発問とか説話とか、僕はあまり説話とは思ってないんですが、そういうのを書き出していって、あげてたんです。それを、杉森さんが見つけてくださったっていうのも一つそうですし、私としては、もちろんね、他の発問とか板書とかも当然大事なのは分かっているんですけど、やっぱり土台となる内容項目っていうのがすごく大事かなと思ってるので、そういう流れですね。なるほど。今、土台っていうお話があったんだけれども、それこそなんかちょっと話の流れで、板書とか発問っていうのも出てきたんだけど、例えば、これに、順位付けをするとするんだったら、チョパさんの中では、内容項目が筆頭にあったとして、その下はどういう順番になってきます？面白いけど難しいな。でも、でも次発問かな。やっぱ僕の考えとしても、本にも書いたけど、内容項目について考えていくかつ、それに関する発問もすごい重視してるので、そのまま切り離せないかな。板書に関しては、僕正直本当に上手じゃなくて、その字の感とかそんなんじゃなくて、上手にできてないので、これから、もっと頑張っていかなあかんなとは思ってますけど、今は内容項目発問は、
まあ、特に大事かなと思ってますね。うん、もちろんそれ以外でその子供の理解とかそういうのももちろん必要ですけど、うんうん、事業作りとかその、そういう手法としては、うん、まあ、横に置くと発問かなと思ってますね。うんうんうん。なるほど。今そのお話にあった部分っていうのは、いわゆるその、教材研究の部分と指導研究、指導方法研究に関わるところかなっていうふうに思うんだけれども、うんと、すごくうがった見方をすると、例えば、この道徳全く手つけたことない、本当に苦手だ、むしろやりたくないって言ってる人たちが、今のお話を聞いたとして、じゃあ、内容項目と発問と板書の3点に重点を置けば、なんとかなるっていうふうに思う感じになるかな。うん、うん、そうですね。でも、うん、まずはやっぱり指導書の発問であったり、うん、板書とか見ていくのも大事だと思うんですけど、うんうん、まあ、この本の中でも算数を例にやっぱ指導計算とかも大事だよねって話も載せてますけど、うんうん、それぐらいこの道徳化において内容項目は大事だと思うので、うん、うん、その今から本当に一から勉強しますっていう方にその内容項目っていうのはかなり難しいとか、うん、まあそういう考えもあると思うんですけど、うん、でも大事かなとは思うので今書いた通り、うん、そこはちょっと、うん、僕としては押したいですね。外せない部分なんですよね、うん、ね、そっかそっか、なるほどな。じゃあこの内容項目、発問、板書っていうようなお話があって、プラスアルファ、これもう一歩踏み込んだらさらに良くなるよっていう部分がもしあったら、もう一点と付け加えて教えてほしいです。そうですね。授業ず、なんていうかな。授業においてで考えると、うん、とにかく子供の発言、小さなつぶやきもそうですけど、うん、それをまあしっかりよく聞いて、うん、聞き逃さない。うん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 、でもちろん、自分が求めてる答えは来て、よしよしじゃなくって、もう、ない意見でも、まあ、問い返したりできるように、うん、僕たちの意見をしっかり聞く、うん、っていうところですかね。うん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 。いや、すごくなんか、思いがこもった書籍になってたから、で、チョパさん、ね、あの、昔から、あ、チョパさんじゃない、チョパ先生は、ね、お付き合いがあって、で、ね、まだまだ若手だって言われてた頃から、こう、いろいろ勉強をされてきて、でも、うんと、いろんなものを吸収していって、でもここだけは今回譲らないよっていう、なんかすごく強い部分を感じるから、うん、あ、それね、その部分に関してすごいやっぱりこだわりがあるんだなっていうのが、うん、感じた本だったなと思います。やっぱり内容項目は外せないかなと思ってます、うん、うん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 、こんな本出しといて内容項目別にとは余裕あれへんしけどそれはそれ関係なくやっぱり大事だと思うので、うんうんうん、そこはもう外せないというよりはね、まずはここからっていうところなんだろうなっていうところですね、うん、読んでて聞いてて感じるのがね、うんうんうん、白黒先生どうですか。あ、すみません、はいはい。いや、もうね、あ、もうこのチョパさん、え、これ、なんか今、インタビュー的な感じで入って。あ、いや、いいっすよ。あの、ぶっちゃけ、ですね、うん、あの、お、いきなり、ジゲイ先生食い込みますな、と思いながら、中島聞いて。そうそうそう。いや、いや、そう、いや、そう思ったんですよ。どういうテイストでいこうかな、とか、思いながら。場を乱すいやいや、いいっすよ、いいっすよ。あの、ほら、場はあるように出来上がっていくのでね。いや、いや、はい。いや、うちで、まあ、ザクバラにお願いします。はい、ザクバラに。もう自分もまあね、本書かせてもらいましたけど、チョパさんのその、なんだろう、この、どのね、なんだろうな、対象はどこをこうターゲットにしてるのかなとか、そういうことも聞いてみたいなと思いまして、なるほど。例えばその、なんだろうな、初任の人に向けてるのか、それともこう、なんかこれから道徳頑張ろうっていう人向けてるのかとかね、まあ、あと、例えばこう、手張りで言ったら、他の部分に向けてますとかね、なんかこう、うん、その辺のこう、なんていうかな、どの辺の層に向けてるのかなとかいうこともちょっと聞きたいなと思ってました、うん。はい。本には書かなかったんですけど、
まあ、もう初任の方であったりとか、うん、もうこれから道徳を勉強したいなと思ってる方、うん、あというと若手の先生方向けに書いた本です、うん、でも僕も若手なので、うん、やっぱり僕がなんていうかな読みたい本を書いたので、うん、っていうのはあるんですけど、そのベテランの先生とかもう道徳すごい研究してはる先生方というよりは、うん、これからっていう先生に向けて書いた内容になります、うんうんうん、その中でさ、うん、なんかそのチョパさんの話の中でね、うん、なんかよくこう僕が読みたい本書きましたよっていうのは前々から、はい、あの、うん、言ってたかなと思うんですけど、うん、そのチョパさんの読みたい本ってどんな本なんかなと思って、うんうんうん、こんな本って言ったらこんな本なんですけどちょっと言語化してもらおうかなと思って、まあ、こんな本なんですけどねですね。いや、あのね、内容項目に関する本って、うん、もちろんないことはないじゃないですか。もちろんありますし、うんうん、僕も読ませてもらってますけども、うん、イメージとしてその大学の先生とか、うん、まあ、要は第一線で活躍されてる有名な方 の、うん、その内容項目についてすっごく深掘りされてる本はもちろんあるんですけど、うんうん、じゃあ実際に、教室で授業をしているような先生の、うん、実践例とか、そういう本はあんまり見たことがないなと思ってて、うんうん、もちろんそういう深掘りしてられてる本も僕は好きなんですけど、うんうん、今回僕が書いたような、そういう実践も載ってる本が読みたいなっていうのはあったので、うんうん、それをひたすら僕が書いたっていう感じですね。うん、あ、なるほど。今話聞いてて思ったんですけども、その、内容項目の本、まあ、こう自分も何冊かね、あの目は通してきたんですけど、うん、その、なんていうか、この本、今回のね、この本は、その、発問とか実践とこうセットで載ってるのが、またなんか、うんうん、うん、なんか面白いなと思って。うん。うん。第一章で書いた、まあ、第一章も理論ばっかりではないけど、うん。どこを勉強したい、もっと詳しく知りたいって方は、多分この本じゃないと思うんですよ。うん。うん。うん、違う本の方が正直いいと思うので、うん、そうじゃなくて、まあ、ある程度、まあ、解説引用しながらとかも書いたけど、うん、そこだとね、あの、2章書く上では外せない部分だったので書きましたけど、うん、やっぱ大事に したいというか、一番伝わってほしいなと思うのはやっぱメインの2章なので、うん、うんうん。だから、うん、そうですね。そういう風に見ていただけたらありがたいし、そういう方に、うん、手に取っていただけるとありがたいですね。うん。そしては。うん。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。では、まあ今のところを聞いて、チョパさん、どう、まあ感想ちょっと一言いただいてから、ここからさらにですね、あの、ぐいぐいと、あの、次元先生が突っ込んでいただけるかなと思いますので。いや、楽しみ、楽しみ。そうそう。あ、だんだんね、答えにくい質問が増えてくるかなとは思いますけども、はい。どうですか、チョパさん。ちょっといきなり緊張するなと思って。このいつもお話しさせてもらってる感じと違うから。でもありがたいんですけどね、そうやって、うん、できるのは。うん、ちょっと、うん、今緊張してます。あ、いいですね。勝手に焦ってます。やっぱね、こういうところでね、あの、これからもね、どんどん緊張する経験であったりとか、まあ、それこそ突っ込まれるような経験っていうのもね、たくさんあると思うので、そうそう、ほら、先輩方の愛の無知ってやつですね、これがね。先輩の無知は売ってないよ。あ、確かに。これからですよね、これからね。はい、そうです、まあ、ざっくりと、で、私、中島自身もね、まあ、読んでみて、その、それこそ、他のところでも話しましたけども、うん、道徳教科の副読本だなっていうところ、はい、この一冊で完成しているというよりは、その授業 そのベースアップというか、うん、深さを出すための、うん、に一緒に読んでもらいたい本だなっていうふうに思っていたわけなんですけども、うんうん、まあ、あの、前回、白黒先生と対談したときにはですね、まあ、あの、いいこと。いい部分にね、光を当てて話をしていきましたので、うん、まあ、その疑問点とか、ここってどうなのかなとか、うんうんうん、自分だったらこうだなみたいなのも含めたちょっと話、うん、多分あの他の方は聞けないことでもあるとは思うのでね、欲しいです、
もうそこがね、ド M 感というか、ド S なのか、もうよくわからないですけども、その期待に、応えていきたいなというふうに思っておりますので、ではまた、次元先生からお願いします。そうですね。いや、チョパさんのこの本が、こう、章立てして、いっぱいいろんなことが書いてたんだけれども、はい。多分、チョパさん自身の、こう、やっててやりにくさというか、ご自身が、こう、大学でね、道徳を学んできてて、でも、なかなか、こう、教壇に立った時にうまくいかなかった部分も、きっと、込み込みなんだろうな、っていうふうに、こう、見てて感じたんですよね。で、実際、こう、いきなりぶっこんじゃったら申し訳ないなと思うんだけど、この本を見てね、で、実際にこう、教壇にこれから立つとか実践をされる先生方がいるじゃないですか。で、自分自身もこう、加藤先生に学んで、加藤先生と同じことやったんだけど、全然うまくいかなかった経験がやっぱりあって、で、さっきの白黒先生もちょっとそんなお話をされてたんだけど、こう、この本をどういうふうな形で自分に落とし込んでいってほしいです。落とし込んでいってほしい。こう、使い方っていうかなんか、見方っていうのかな。これをそのまま見て、そのまま同じようにこう、真似るだけだったら、やっぱり、なかなか、こう、自分のものにはならない。経験値の一応なってるけど。この本のうまい使い方っていうのかな。そのあたりなんかをちょっと聞かせてもらえると。僕としては、まず、最初から最後までさーっと読んでいただきたいなとは思った。で、特に、そのメインの、メインから D のすべての内容項目に関しては、間違いなく一度読んで、もちろん、それは、なんていうかな、暗記してもらうために読んでもらうわけじゃないけど、一度読んだだけでは、実際にじゃあ授業でそこ使ってみようかなって、なかなかなりにくいかなと思うので、例えば、明日は内容項目のこれだ。じゃあ、この本を開いて見てみよう。っていうように、一度読んで終わりじゃなくて、毎回の授業作りのお供になれば、僕としては嬉しいかなと思ってます。で、なるほど。あと、TC で書いていますけども、当然、目の前の子供たちが違うので、同じようなね、反応があるわけではないじゃないですか。僕としては、僕が書いた発問とか、ウェビングマップで広げてるところをそのまま使ってほしいっていう思いはなくって、むしろ、この本を読んで、あ、そうか、そういうのもあるんだな、使ってみようっていう共感も嬉しいけど、こう書いてるけど、これ聞くよりこう聞いた方が、今のクラスの子たちやったら考え広げてくれそうだな、っていう先生方の考えるきっかけになって、でも僕としては嬉しいなと思ってるので、もちろんこれ通り使ってくださいではなくて、目の前の子供たちに応じてとか、この本をさらに、いや、こっちの方がいいんじゃないみたいな、そういうふうな視点で読んでいただけるとありがたいですね。で、授業で使っていただけるとありがたいですね。なるほど。きっかけの一つとして、あっていただければ、ありがたいかなっていうところかな。そうですね。か、なるほどな。いや、すごくなんか大事だなと思うんだ。結局本に学ぶのも、誰か人に学ぶのも、師匠に学ぶのも、すべてきっかけの一つにしか過ぎなくて、それをこう自分が噛み砕いて自分の中に落とし込んで、目の前の子供たちの実践に生かすかどうかっていうのは、やっぱり自分次第、自分と目の前の子供たち次第だからね。そうです。そう。だから、こう、チョパさんがね、この本をそのまま使うのはノーだよって今、きっぱり言ってくれたのは、やっぱり読んでる人にとってもすごくありがたいかなと思う。だって、あくまで一例を挙げましたけど、一回なく同じ、導入の仕方で、同じ学年でやったとしても、僕がやっても絶対変わるじゃないですか。そう目のね。前の子供たちが違うから。だから、あくまで参考にですね。この本通りじゃなくて。
なるほど。いいですね。白黒先生はどうですか？はい。今のその使い方っていう部分で、これ、あとまた皆さんの読書的な感じをちょっと聞いてみたい部分あるんですけども、ほう。こうね、あれかなと思って、その、自分は実はあんま書籍に線引いたりとか曲げたりとか書き込むのはあんま好きじゃない派なんですけども、もしこう好きな人、まあそれも別に自分の本をそうして使いますよって人がいるのであれば、例えばその内容項目から派生して考えるって、こうチョパさんがいろいろ書いてくださっているところに、なんかその自分の考えたこととかも付け足していけば、またこう、なんていうか、さらに広がってくるのかなっていうふうに思うんですよね。で、例えば、まあ、自然を守るで大切にするって書いてくれてる部分も、じゃあどんな風に大切にするのかなとかね、何を大切にするのかなとか、で、とか、あと、あるいは実際に教材やった時に、あ、そういえばワンガリマータイさんの話はここにあったよねとかなったら、もうその教材名書き込んでいったりとか、なんかどん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 もうそうやって自分でまた、なんていうかな、チョパさんと一緒に作っていくっていう、チョパ先生と一緒に作っていくっていう 感覚で、なんかもう本を一緒にこう進化させながら読んでいくと、また、なんか使い方としては面白いかなと思って、なるほど。いいですね。思チョっパさんどうですか？今て、の聞いて。してほしいです。いや、このね、派生して考えるも、結構迷ったところはあるんですけど、僕としては、もちろん毎回授業作りの時にノートに書いていってるけど、この本には6つか7つぐらいしか派生させれてないんですよ。まあ、それは、場所の問題あるんですけどね。僕やったら、ここから、じゃあ、こういう考えからこういう問いが生まれるよね、みたいなところまで書きたかったんですけど、これを書くと、もう、すごい勉強になるので まあ、そこは厳しいなと思って、まあ、どちらかここは問いではなく、まあ、問いの部分もありますけど、問いで書いてもね、どちらかというと考えを広げるっていうところですので、まあ、収録の先生言ってもらったように、そこに書き込んでもらってっていうのは、いや、めっちゃしてほしいですね それを見せてほしい どんな風に考えてらっしゃるのか見たいです。これは絶対いいと思うんですよ。これ、電子書籍化もされないんですか？ されさない。れます。同じこと思った。いや、やっぱそこ。そっちはね、自分どんどん書き込みたい派なんで。そっか。でも、なるほどな。そういう使い方か。うん。2、3回使うなったら。いいですよね。だからそれこそ、まあ夏なのか、冬なのか、そのぐらいになると埋まってるページが増えてくるのかなっていうふうに思うので、そうするとまたそこでね、また振り返ってみて、いや、こういうのがこうだったよねとか、要は使ってみた内容とかっていうのをシェアし合うのも面白そうですね。みたい。まずはさ、そのチョパ先生が一旦その自分でもそれやってみて、まあ、自分のご著書がそれどっかツイートあげるとかさ、なんか、こんな、実はここからさらにこんだけ考えましたとか、あって面白いかもしれないですね。いや、進化本だ。こういうふうに使うんですって、この本使ってくださいとかなるほどな。それいいですね。面白い。著者自ら活用法を公開するっていうところ、面白い。なるほどな。面白い。ちなみに今ちょっと話出ましたけど、白黒先生は紙に書くよりは電子書籍に書き込みたい派。いや、なんかね、本、これもうただのこだわりなんですけど、紙の本はもう綺麗に保存、もうこのチョパ先生の本ももうこう、もうめくる時ももう汚さずに、丁寧に開いて今、見ておりますので豆 付箋ぐらいはね、貼ったりしますけど、折ったりとかはね、しないんです、自分は。いいですね。じゃあ、次元先生はどうですか？僕ね、それ白黒先生と真逆で、折り目をつける派なんですよ。折り目とラインをつける派で。なるで、ほど。そう、折り目のあるところに2読目、3読目で必ず戻るんですよね。そう、だから多分、チョパさんの本もね、この後、ぐちゃぐちゃになっていくと思うんだ。
ごめん。いやいやいや。いいですね。であれば1回にまたあれですね、夏ぐらいにやりますか、うん、途中経過も込みで、まあ、振り返りもしつつ、やってみてどうだったのか、結構いわゆる、まあ、いろんな本がありますけど、うん、この本はやっぱ読み返していく、うん、活用していく本なんだろうなっていうふうなの思うのところがあるし、で今回その、まあ、ある種 の、 その出版記念的な対談にはなりますけども、うん、使ってみてどうだったかっていうのもぜひですね、やってみたいなっていうふうに思いました。うん、それはそうですね。だから、うん、書き込みもまあそうですけど、普通にまあこれを使って教材研究して授業した結果、こうですよ、こうですね、うん、っていうのもまあ、シェアできたらいいかなと思ってます。最高です。そうするとあれですもんね、それこそその若い方とかが使いやすくなりますよね。うんうん、あ、そうですね。うん、それこそその、まあ、どっかの段階で、うん、どっか、まあ、SNS がいいのか、その、それこそ出版社さん主催がいいのか分かんないですけど、そういうのを情報とかっていうので開示できたりするといいし、はい、それこそね、うんうん、あの2冊目につながっていくんじゃないかなっていうところが、ね。いやー、それは。はい。サイン会へと至るわけですね。そう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 、大事ですよね。大丈夫ですかね。はい。いや、いいですね。うん、ではまた戻って、次元先生、他にどうですか？はい。これ、実は、チョパさんが出版されるっていうことで、本の中身もそうだったんだけど、出版社さんの、この、なんだ、売り文句というか、こう、セールストーク的なところもすごく、実は気になってて、うんうん、出版社さんがこういう意図で売りたいんですよっていうところが、こう、見え隠れする部分だったから、で、教材に左右されずっていうのはすごくやっぱり僕の中で目を引いたんですよ。ああ、なるほど。うん。すんごくうがった見方で全くそんなことは全然思ってないんだけど、例えば極端なお話、これは教材が、なくてもいけちゃう。うん、うん、うん。うん。なるほど。ちゃう？なくても、うん。いけないことはない。うん。どう？やっぱり教科書が配布されてる以上、うん、まあ、使わなあかんわけではないけど、まあ、基本的にはね、やっぱり使う方がいいと思うので、うんうん、だから左右はされない。だから要は、この教材だからこういう風な考えではなくって、この内容項目だからこういう考え。でももちろん、うんうん、僕も教材を無視して導入考えるわけではないので、うん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 、この内容項目でこういう教材なんか、じゃあこういうふうに、子供に聞いていきたいな、みたいな感じでは考えてはいるけど、うんうん、あくまで、その例えば手品師やからこういう発問とかではなく、うんうんうん、誠実だからこういう発問っていうふうに考えたので、で、教材に左右されないっていうのは、うん、僕はこの著書の中では書いてなかったと思うんですよ。うんうんうん。何度も打ち合わせさせてもらって、向こうが、そういうふうに、うん、そういう僕の事業スタイルだなと考えてくれたので、こういうふうにしてくれてるので。うんうん。うん、そうですね。まあ、そこは向こうがいろいろ考えてくれたんですけど。難しいな、答えるのが。やっぱね、道徳、だからこの本を活用していくことによって、どんな教科書とか変わったりとか、うん、それこそ、自治体とかね、によって変わってくる部分があるから、うん、その教材の実力が高まるんではなくて、そうです。道徳科の授業にの力がついていくっていうことなんだろうなっていうのもね。すごい素敵なまとめ。教材に絞ると、学年が変わると、うんねうん、基本ないじゃないですか。うんうんまあ、例えば、移動して教科書が変わったと。うん、もちろん同じ教材もありますけど、まあ、微妙にニュアンスが違ったりとかもあるので、うんうんうん、それを35時間考えると結構大変やと思ってるんですね。うんうんうん、でも22個の内容項目をこうやって深掘りしておくと、どの学年に行っても教科書が変わっても、ある程度対応できると僕は思ってるので、うん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 、そういう思いも僕としては込めて書きましたね。うん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 、
なるほど。そこうまいですよね、出版社さんがね。そのちょうどチョバ先生が書きたかったこととそのニーズとか合致させたキャッチな帯なんだなっていうふうに見てて。わかりました。そうだな。いや、それを考えると、もう一つ、やっぱり気になってくるのは、この、系統性の部系統性。分。いや、例えば、節度節制だったら、まあ、低学年の節度節制があって、中学年の、高学年の中学校のっていうふうになってくるじゃないですか。こうなってくると、こう、チョコさんの、この内容項目で視点を当てて、こう、攻めていくっていうパターンだと、例えば、極端なお話だけど、1、2年生の時に、こう、チョパ先生が持って、チョパ先生の本を読んだ3、4年生の担任の先生がいて、さらに、その本を読み込んだ5、6年生の先生がいて、で、6年間同じような導入の入り方に、すごく極端な話になるかもしれないでしょ。そうなったときは、どうなってるのかなって。導入の例を見てもらうと分かるんですけど、全部の内容項目ではないけど、結構、子供たちの生活、場面を見据えた発問であったり、まあ、そういう答えが出るような問いであったりは結構してることが多いので、もちろん、同じ発問で、仮に6年間行くと、それがいいのか悪いのかって、それはいろんな問題が出てくると思うんですけど、間違いなく子供たちも成長してるので、まあ仮に同じ発問をしても出てくる中身が違ってくると思うんですね。だから、そこに関しては、僕としてはそこまで、なんていうのかな、問題ではないっていう方があっていうかわからないけど、っていうふうには思ってますね。同じことを考えてました。ね。やっぱり、こう、聞き手がね、一人でもやっぱり違えば全然違う受け止め方になるし、その言葉のニュアンスのね、向こうの捉え方だって変わってくるだろうし、で、子供自体もその、例えば節度節制って今言ったけど、ここ一つ取り上げても、低学年の時に、こう、自分の実感を伴った節度節制の納得感があって、で、次、中学年行ったらまたちょっと違う見方の節度節制の見方が出てきたりするからね。だからきっと多分そういうご意図なんだろうなっていうのは、ね、感じた。それプラスで言うと、まあ、2学年ごとに、それぞれの狙いがあるわけじゃないですか。それを意識して授業を作るので、例えば1、2年生の親切であったら、まあ、温かい心で接して、周りに親切することで終わるけども、5、6年生になると、じゃあそれをどういうふうに行動するのかとか、相手の立場に立つっていうキーワードがあるので、そうですまあ、ね。そこを直接子供たちに問うかは別としても、まあ、導入でもそういうニュアンスを含めた問いをしていくので、全く同じ導入にはまあならない。まあ、似ているのは似ているかもしれないけど、なんかそこまで僕は気にはしてないんですけど、いいと思います、いいと思います。むしろね、似てしまってもいいと思ってるぐらいだよね、中島は。理由は、子供多分そんなに覚えてないと思ってるので、それよりは、先生の負担感は減るよなっていう。まず、この一つの型っていうところから行って、で、やっていく中で、また違ったアプローチ。道徳科もね、いろんなやり方があるので、まずここ一つ押さえていくっていうのはいいのかなっていうのは聞いててね。思いましたけども、白黒先生はどうですか？いや、もうね、もうこれはもう答え出てますよ。中島先生おっしゃった通りで、もう自分も経験あるんですけど、持ち上がりでね、去年、まあ、導入ですよ。去年、例えばもう、わがままと自由の、こう、いっぱいとかやったよね、とか言って、こう、入りでね、スーッと行こうと思ったら、先生何でしたっけ？みたいなところから子供を言って、ほなもう一回わがままと自由の違い何かちょっとさ考えるとか行くとか言って、やるこ
多いんですよね、正直ね。なんでかって言ったら、もう特に道徳は年間 の、 その字数少ないじゃないですか。はいはい。で、まあ、35時間の中で内容項目22個とかあって、下手したら、1回しかやらない内容項目とかもありますよね。はいね。だから、まあ、6年間で下手したら6回の可能性もあるわけですよ。ああ、なるほど。たときに、まあ、まず、もちろんその覚えてくれてる子もいるんですけども、うん、まあ、中島先生がおっしゃるように、忘れてる子が まあね、半数以上忘れてる。まず忘れてる。で、あとトパさん言ってくださったように、うん、絶対その子供ってもう自分も思うんですけどね、1ヶ月も違ったら、もう本当別人のようにあの考え方と変わってることあるので、うん、まあ、当然そのね、同じ、なんていうか、1年生と2年生で例えば同じ発問しても、それはもう、返ってくる答えは1年分経験積んでるので、うん、ですよ。うん、まあ、ただその1年の中で2回やるような場合はちょっと、ね、うん、最初発問変わったりした方が面白いのかなとは思ったりも、まあ、教材に合わせてね、うん、そうですね、うん、それは、うん、まあ、そうですね、もうその学年変わる分にはもう全然もう自分はいいなと思ってるの、同じ発問、うん、うん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 、いや、てかね、今素晴らしいなと思ったのが、本当にあのね、うん、次元先生のね、もう意地悪な質問に対して、チョコさんがすぐ答えられたのがすごいなと思って。ちょっと待って、意地悪なの？いや、ほら、わざと反対側で振ったじゃないですか。今、あの、中島と白黒先生が言った話を次元先生は分かってたが、分かってて、あえて、そうなんですねっていう風に振ってるから、これおぉ、意地悪だなって思いながらも、けど、チョパ先生はもうスッと答えられたから、いや、うん、本当ね、愛ですよ、ね、ジギンさんの愛、うん、面白 い、 やだね、すんごいね、なんか上から目線なあれで申し訳ないんだけど、うん、もうね、今電話の向こうで涙出そうだよ、ね、だってさ、全然本の話から外れるけど、チョパさんが、はい、こうなんかね、白黒先生、僕とさ、はい、白黒先生で最初ね、まだ道徳実践されてる方見つからない中で、チョパさんと一緒に出会って、はい、で、あの時にさ、質問100個考えましょうみたいなやつやってたじゃない。はいはいはい。うん。で、あの時にチョパさんが、こう、いや、僕記録やりますよって言って、はい、こう後追いをしてくれてた方がね、うんうんうん。こう後追いをしてくれてた方が、こう、バーンと前に出て、うん、どんな質問でもかかってこいよみたいなのが、うん、もうね、おじさん泣ける。いや、わかる。もう我が子の成長見てるような。いや、ほんとさ、ほんと。ほんと。それはもう、あの、アウタートークでやりました。そうですね、そうですね。いや、ただほら、やっぱりね、どうしても、まあ、そういう、そのね、今までっていうのもなかなかね、うんうん、避けて通れない、なかなかね、気持ちとして。いや、だからさっきの、あ、すごい、その、やっぱり出版されるっていうことですごい自信をつけられたっていうのもあるし、うん、やはり書くにあたって、すごいその内省を繰り返されたからこそ、やっぱスムーズにこう、言葉がちゃんと自分の言葉としてお話しされてるんだろうなっていうのを感じたので、中島もとても感慨深く勝手にね、うん、聞いておりました。うん、いや、あの発問100も間違いなく生きてきてると思いますよ。うん、もちろんあれを見てこの本を作ったわけではないけど、うんうん、絶対生きてますよね、僕の中で。うん、それは間違いないと思います。うんうん、いやー、なんかね、この、あの、この、なんだろうな、あ、もう新しい時代の新しい出版の仕方だなと思って、はい、なんていうか、その著者の、その、ストーリーが見えるじゃないですか、さっきの次元さんじゃないけど、うんうんうん。で、あのね、杉森さんともこう、スペースでも打ち合わせしてる様子もあったし、で、こう、まあね、ツイートとかでも、チョパさん、こうやって作ってますよっていうか言うのもあったし、うん、なかなかこの、なんだろうな、こう作ってるストーリーが見える、成長のストーリーも見えるっていうのはね、もう今の時代、なんか応援したくなりますよね、やっぱね。いや、本当に。うん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 、
いや、いいんですよ。いいんですよ。今回はもうちょっと厳しめな場なので。考えにふけってる場合じゃなくて、おじさんチームがね、もうちょっと若者にこう厳しく当たらないといけませんからね。厳しくね。はい、でも、なんとなくあれじゃないですか。僕のことを知ってくださってる方が、この初めにとか終わりにを読んでくださったときに、あ、僕っぽいなと思ってくれる方もいるかもしれないし、逆に、まあ、本屋さんで、あ、これ面白そうだな、この人全然知らんわっていう方が、初めにと終わりにを読むのと、やっぱ全然、感じ方が違ってくると思うので、なる、まあ、その辺もまあ、本当に、新しい時代というか、僕がこうやって出版させてもらった経緯、関わってくるというか、人によって受け取り方は異なってくるだろうなとかは思う。はい、っていう感想は置いといて、厳しめいくんですよね。あ、いや、そんなこっちにプレッシャーかけなくても大丈夫ですからね。はい、では、白黒先生、まあ、改めてというか、どうですか。厳しめ、じゃあ、厳しめ、厳しめじゃないけど、まあ、そうっすね、もしじゃあ、なんかもうちょっとだけ付け足してもいいよって言われたら、なんかこう付け足したかったなみたいな、なんかあったりします？あ、それは本でですか？本でです。あ、追加とか、まあ、ここをもうちょっと、もうちょっと詳しくとか、詳しくでもいいし、まあ、膨らませるとかね、あるいはもう、もっともっと全然別の視点でこういうの入れたかったんですけどとか、なんかそんなあったりしたら。ああ、なるほど。それは考えたことなかったですけど、まず思い浮かべるのは、実際に書けるかは別として、これの本はやっぱ紙面の都合上、1から3と4から6に分けてるじゃないですか。ただ、資料の解説はやっぱり1、2、3、4、5、6なので、本来なら3つずつ書いてみたかったなっていうのは正直あります。で、中高でね。そうです。ただ、書けるかは分かりません。でもそれを書くと約40ページ増えちゃうので、薄いから、やっぱりこれ以上増えたら、ね、教材研究の横に置いてもらうのはちょっと、分厚すぎて邪魔かなとも思っちゃうので、っていう点ではこれでも良かったんかもしれないけど、書きたかったのは正直書きたかったなっていうのはありますね。確かにね。それは見てみたいね。見てみたい。見てみたいよ。めっちゃ大変やろうけど。そうだ、いいですね。次元先生、もう一つぐらい。はい。ぜひこれはちょっと出版のこう裏側というか、あれなんだけれども、こう、書いていて、筆が本当に進まなくて、自分の中で何回もこう、戻った部分って、どのあたりです？はいはいはい。なるほど。僕書くときに、本当に書き始めは、第一章と始めにを書いたんですよ。初めに関しては、まあ、出版させてもらえるって決まる前からもうこういう感じで書きたいというのが決まってたんですね、僕の中で。だから書いたんですけど、でその後に関しては第一章をずらーっと書いていって、大枠はもうできて、第二章のこの全ての内容を書いていったんですね。で第一章第二章がほぼ終わりかけた時ぐらいに3章を書いていったんですよ、要は評価の部分。で、筆が止まったのは間違いなく第3章です。評価のところ。そうです。そこは、俺聞きたかった。あのね、うん、やっぱり、1章、2章以上に、こういうふうに書いたらいいかとか、自分の中で思いはあるけど、言語化するのがすごく難しいところがあって、なかなか進まなかったところは正直あります。おそらくそれは言語化が難しいっていうのは一つとして、僕の中で第一章、第二章より第三章の方が、もうその知識面的にも少なかったのかなとか、そういうのも一つ、原因かなとは思いますけど、
読まなかったのは3章ですね。うん。うんうん。いや、それで聞いてもいいですか？はい。どうぞ。1章は直球で学習指導要領を読む、うん。2章は直球で問いかける道徳授業、うん。で、3章は唯一直球って言葉も入ってないんですよ。おお、なるほど。うん。で、なぜここにこの、まあ、終わりだからってことの、なんでその評価を持ってきた理由とかなんかあるのかなと思って。あ、評価を持ってきた理由に関しては、うん、もうこれは、出版させてもらうって決まってすぐに、何について書くかって、うんうん、まあ、相談させてもらって、うん、やっぱり第2章でそういう、まあ、導入とか、大事にしたいこと全部書くのであれば、うん、うんうん、この本では展開はあまり描けてないけど、うん、授業後こういう子どもたちの姿になってこういう評価をしたっていうのは、うんうん、やっぱり必要じゃないかなっていうのが出版社さんの意図だったので、うん、あ、じゃあ評価にしていきましょうかって話になったんですよ。あ、うん、この授業でやったらこうなりましたよっていう。そうですそうです。だから3章に関しては僕がこんなん書きたいっていう話ではなくて、向こうと相談した、うん、なるほど。第1章はもう本当に僕が書きたいことを言っていって、それを書かせてもらったっていう形になりますね。うん、なるほど、なるほど。なるほどです。でもせっかく、あれ、なんか直球評価みたいなのないんですか？直球評価。そもそも評価に直球も変化球もあるんですかね。評価はちょっとちなみになんですけどね、うん、この直球っていう言葉はもう、これはもうあれですか、もうチョパ先生発信ですかね、もともとある言葉なんですか？いや、違います。これも、うん、これはあれかな、出版決定する前の打ち合わせでの話で、はいはい、杉森さんと話させてもらう中で、直球っていうキーワードを向こうから出していただいたんですよ。ああ、先生なんか野球でもやってんのかなと思って。僕サッカーでした。サッカーじゃないか。なるほど、向こう発信ですね。ね、ドリブルとかシュートじゃなくて、もう直球と野球でね。いいですね。はい、ではですね、もうそろそろ時間も来ますので、また一言ずつ感想をいただいて終わりにしたいなというふうに思います。では次元先生からお願いします。はい、いや本当に今日招いていただいてありがたいなっていうこともあるんですけど、それ以上にこうね、ちょっとオフトークにもつながっちゃうんだけど、こう、うん、チョパさんが出してくださったことがすごくまず嬉しい。それが一つと、チョパさんが出してくださった本が、こう、道徳のこの裾野をね、広げてくださるっていうのが、やっぱりすごく大きなことだと思うんですよね。ただでさえ、こう、とっつきづらいって言われるこの教科に対して、いやいやいや、こういうふうにやったら、もっと面白くなるよっていう、この文句をぐいぐい広げてくれるところがね、すごく頼もしいなと思って。おじさんは嬉しかったです。はい、ありがとうございます。ではですね、次にチョパイモ先生お願いします。はい、皆さんありがとうございました。たくさん質問していただいて、うん、なるほどという、まあ、どう答えようかなっていうところもあったんですけど、うん、やっぱりこうやって質問していただくことによって、さらに僕の、まあ、価値観が広がったり、うん、本当にありがたいなと思いました。うんうん、あと一つだけ言うと、チョパ先生はやめてほしいです。なんか恥ずかしい。いつもの感じでやってほしいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では最後、白黒先生お願いします。はい。まあ、まずね、チョッパーさんの、思いの裏側を知れるのが、まあまあ、っていうところと、やっぱりね、こういう本読んでたら早く授業したいなって気持ちがすごい今高まってきましたので、これ使って、まあ実際ね、やっぱりやってみないとわからない部分っていうのはたくさんありますので、はい、まあやった上でまた何かしら、お伝えできたらいいなというふうに思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にですね、
まあ、ちょっとね、硬さがね、今回収録っていうことで硬さがあった部分はあったんですけども、いや、やっぱりね、こういう、なんて言うんだろう、まあ、たまに晴れなね、こういう場もね、大事かなっていうふうに思うので、チョパイモン、チョパさん、次元先生、白黒先生、今回もありがとうございました。ありがとうございありまがしとうございまた。した。ではですね、今回の動画はこれで終わりにします。ぜひチャンネル登録、動画高評価いただくと励みになりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございましありがとうた。ございました。